皆さんこんにちは。こんにちは。また日本語の時間がやってきました。又到了学习日语的时间了。今日は新しい科の勉強する前に、まず第20課の本文1、2の復習をしましょう。在学习新课之前，今天我们先把20课复习一下。请大家看第20课课文1和2的录像。日本はこれまで中国から様々な影響を受けてきた。とりわけ漢字という文字を学んだのは日本人にとって画期的なことであった。漢字の伝来によって日本人は5世紀頃から自分たちの言葉を文字に書き表すことができるようになった。はじめは主に大陸から日本に渡ってきた人たちが漢字で文章を作っていた。そしてそれは次第に日本の貴族や上流階級の間にも広まり、さらには漢字をもとにして日本独自の仮名文字が作り出された。漢字を崩して書く書き方からひらがなが、また漢字の一部を取ることでカタカナが作られたのである。それ以来、日本では漢字と2種類の仮名を使った書き表し方が定着した。近代になってからも漢字は大きな役割を果たした。明治時代、日本人は政治、経済、科学など各分野にわたって西洋の言葉を日本語に訳すのに、漢字と漢字を結びつけたり、従来からあった漢語を活用して訳語が作られた。漢字は一字一字が意味を表す文字なので、外国語の意味が自然にわかるような訳語を作ることができたのである。金属、物質などの自然科学に関する言葉、議員、裁判所などの政治に関する言葉、これらはみんな西洋の言葉の翻訳によって生まれたものである。このような新しい言葉を作ることで、日本人は西洋文明を取り入れた。漢字の使用で特別に西洋の言葉の知識がない人も必要な言葉を理解して使うことができたのである。この時に作られた漢語の中には、漢字のふるさとである中国が逆に輸入して使っているものもある。漢字は日本人の創意工夫によってさまざまに活用されてきたのである。失礼します。やあ、王さん。どうぞおかけください。はい、先生、ちょっと教えていただけないでしょうか。この文なんですが、このデパートはいろいろな PR の方法を工夫していると書いてありますね。ええ、この文には
4種類の文字が使われているでしょ。なるほど。漢字とひらがなの他にデパートというカタカナ、 PR というアルファベットまで使われていますね。はい。先生にお聞きしたいのは、日本語ではどうしてこんなに複雑な文字の使い方をするのかということなんです。こんな複雑な使い方しなくてもいいと思うんですよ。それは難しい質問ですね。日本人は昔から漢字と仮名の長所を生かして使い分けてきたんです。現代では漢字とひらがなを混ぜて使うのが原則ですよね。でも街で見る広告には随分カタカナやアルファベットが多いような気がするんですが。それだけ外国の言葉が入ってきているんです。いちいち翻訳していたら新しい思想や技術を取り入れるのに間に合わないからでしょう。カタカナやアルファベットの長所も活かしてるわけですね。ええ。でもこの文はこう書き直すことができますよ。この百貨店はいろいろな宣伝の方法を工夫している。それなら漢字とひらがなの2種類ですね。ええ。百貨店という言葉は今では関西地方で主に使われているようです。でも私には漢字を使った文の方が親しみやすいですね。私もこちらの方がずっとわかりやすいです。デパートや PR などは耳慣れた言葉ですが、最近は必要以上にカタカナやアルファベットが氾濫していますね。中にはカタカナやアルファベットで表現した方が素敵だと思っている人もいます。でも私は長年使い慣れた漢字を大切にするべきだと思いますよ。下面我们来做一个练习，请大家打开书323页，看练习三，用适当的词填在横线上，完成句子。1. お金をたくさん持っている人が必ずしも幸せなわけではない。腰缠万贯的人未必就一定幸福。2.こんな日常会話がわからないようでは、それこそ中国に留学なんかできませんよ。连这样的日常会话都听不懂，那没法到中国去留学。三、約束の時間に遅れたにもかかわらず、ちっとも謝らない。迟到了，却一点不表示歉意。四、いくら体が丈夫でも、そんなに働いてばかりいたら病気になりかねませんよ。身体再结实，像你这么拼命的干，也会要生病的呀。皆さん、答えは合っていましたか？大家做对了吗？必ずしも何々ない、何々ようではそれこそ、何々にもかかわらず、动词连用型加かねない。等几个句型是我们在第十九课中学过的，大家还记得吗？では練習はこれくらいにして、新しい科の勉強をしましょう。今日から標準日本語中級の第2冊目に入ります。2冊目の10ページ、第21課のところを開いてください。好，复习就到这里。从今天起，我们进入标准日本语中级第二册的学习，请大家翻开书第十页。今天我们学习第二十一课，火山と温泉，火山和温泉。では早速本文の VTR をご覧ください。日本の国土は地球上の陸地のわずか400分の1に過ぎない。しかし、その狭い国土に、なんと世界の火山の10分の1が集まっている。
日本の風土を考える上でこれらの火山の存在を無視することはできない。火山が多くて困るのは地震が頻繁に起こったり火山の噴火によって被害を受けたりすることである。例えば九州の鹿児島市では桜島という火山が吹き上げる火山灰のために市民の生活や農作物がしばしば被害を受ける。1986年11月に東京の南にある伊豆大島で三原山という火山が噴火して溶岩が流れ出し島の住民が一時本州に避難するという騒ぎがあった。また最近では長崎県島原の普賢岳が大噴火を起こし40人もの死者を出した。しかし困ることがある一方で逆にありがたいこともある。それは火山の恵みである温泉が日本の至る所に湧き出ていることである。温泉の湯には硫黄やカルシウムなどさまざまな成分が含まれていて病気や怪我を治す働きがある。だから日本では昔から湯治といって病気や怪我を治すためによく温泉を利用した。温泉のあるところは美しい山や川など自然の景観にも恵まれているから湯治は昔の人にとって数少ない娯楽の一つでもあった。山の緑を眺めながらあるいは川の流れる音を聞きながらのんびりと温泉に浸かるのを日本人はこの上ない楽しみとしてきたのである。日本人は世界でもとりわけ風呂好きな民族と言われているが、温泉が日本人の風呂好きという性格を作ったと言っても過言ではないだろう。温泉は湯に入って疲れを癒したり、病気を治したりできるだけではない。温泉の熱を使って野菜を育てたり、魚を飼ったりすることもできる。さらに最近は温泉の熱を利用した地熱発電の研究も行われている。地熱発電は技術的にまだまだ難しい問題があるようだが、温泉の熱をエネルギー源にしようという考えは火山の多い日本にとって大変魅力的である。もう一度本文1の VTR を見てください。日本の国土は地球上の陸地のわずか400分の1に過ぎない。日本の国土は地球上の陸地のわずか400分の1に過ぎない。に過ぎない。接在动词的普通体和名词的后面。
表示只不过什么什么的意思。わずか400分の1に過ぎない。意思就是只不过400分之一。日本の国土は地球上の陸地のわずか400分の1に過ぎない。日本的国土面积仅占地球陆地面积的400分之一。しかし、その狭い国土に、なんと世界の火山の10分の1が集まっている。日本の風土を考える上で、これらの火山の存在を無視することはできない。日本の風土を考える上で、これらの火山の存在を無視することはできない。上、原来是上的意思。上で、接在動詞基本形、或名詞加の的形式後面、相当于汉语的、在什么什么问题上、在什么什么方面、关于什么什么。日本の風土を考える上で、意思就是、在考虑日本风土的问题时、日本の風土を考える上で、これらの火山の存在を無視することはできない。在考虑日本的风土时、绝不能忽视这些火山的存在。火山が多くて困るのは、地震が頻繁に起こったり、火山の噴火によって被害を受けたりすることである。例えば、九州の鹿児島市では、桜島という火山が吹き上げる火山灰のために、市民の生活や農作物がしばしば被害を受ける。例えば、九州の鹿児島市では、桜島という火山が吹き上げる火山灰のために、市民の生活や農作物がしばしば被害を受ける。鹿児島市、鹿儿岛市、是位于日本九州南部的一座城市。桜島、樱岛、是鹿儿岛市内的一个火山岛。位于鹿儿岛湾内的中部、是一座活火山。しばしば、是一个表示频度的副词。意思是、常常、经常。しばしば被害を受ける。意思就是、常常受害。例えば、九州の鹿児島市では、桜島という火山が吹き上げる火山灰のために、市民の生活や農作物がしばしば被害を受ける。例如、在九州的鹿儿岛市、市民生活和农作物常常由于樱岛火山喷发的火山灰、受到侵害。1986年11月に、東京の南にある伊豆大島で、三原山という火山が噴火して、溶岩が流れ出し、島の住民が一時本州に避難するという騒ぎがあった。1986年11月に、東京の南にある伊豆大島で、三原山という火山が噴火して、溶岩が流れ出し、島の住民が一時本州に避難するという騒ぎがあった。1986年11月に、東京の南にある伊豆大島で、三原山という火山が噴火して、溶岩が流れ出し、島の住民が一時本州に避難するという騒ぎがあった。1986年11月、東京南部伊豆大島的三原山火山爆发、流出岩浆、引起岛上居民一度到本州避難的騒動。また、最近では、長崎県島原の普賢岳が大噴火を起こし、40人もの死者を出した。また最近では、長崎県島原の普賢岳が大噴火を起こし、40人もの死者を出した。島原、岛原、是位于日本九州长崎县东部的一个半岛。
岛上有座云仙山，也是活火山。福建だけ、普贤峰是它的主峰。40人もの死者を出した，意思是出了40名死者。这是日语中的一种习惯用法。また最近では、長崎県島原の普賢岳が大噴火を起こし、40人もの死者を出した。另外、最近长崎县岛原的普贤峰大喷发、造成死亡40人的大灾害。しかし、困ることがある一方で、逆にありがたいこともある。しかし、困ることがある一方で、逆にありがたいこともある。一方で、接在动词基本形后面、表示两个有对照性的事物、相当于汉语的、一方面什么什么、而在另一方面则又什么什么。しかし、困ることがある一方で、逆にありがたいこともある。但是、有弊则有利。それは、火山の恵みである温泉が日本の至るところに湧き出ていることである。温泉の湯には、硫黄やカルシウムなど、様々な成分が含まれていて、病気や怪我を治す働きがある。だから、日本では昔から、湯治といって、病気や怪我を治すために、よく温泉を利用した。だから日本では昔から、湯治といって、病気や怪我を治すために、よく温泉を利用した。日语中、把地下涌出的温泉水、区别于一般的水、称之为湯。汉字写汤。所以、汤治里的汤、指温泉。治是治疗的意思。湯治的意思就是、温泉治疗。温泉疗法。病気や怪我を治す。意思是治病和养伤。だから日本では昔から湯治といって病気や怪我を治すためによく温泉を利用した。所以日本自古以来就有湯治、温泉治疗的说法、经常利用温泉治疗伤病。温泉のあるところは美しい山や川など、自然の景観にも恵まれているから、湯治は昔の人にとって数少ない娯楽の一つでもあった。温泉のあるところは、美しい山や川など、自然の景観にも恵まれているから、湯治は昔の人にとって数少ない娯楽の一つでもあった。恵まれる。是一类动词美姑母的被动态，意思是受到恩赐。比如说，天気に恵まれる。天気に恵まれる，天公作美，遇到好天气。课文中，自然の景観に恵まれている，意思就是在自然景观这一点上条件很优越。数少ない，意思是。为数不多、数量少。温泉のあるところは、美しい山や川など、自然の景観にも恵まれているから、湯治は昔の人にとって数少ない娯楽の一つでもあった。温泉所在地、往往有秀丽的山川、自然景色宜人。所以、湯治、温泉疗法、对古人来说、是他们为数不多的娱乐活动之一。山の緑を眺めながら、あるいは川の流れる音を聞きながら、のんびりと温泉に浸かるのを、日本人はこの上ない楽しみとしてきたのである。
日本人は世界でもとりわけ風呂好きな民族と言われているが、温泉が日本人の風呂好きという性格を作ったと言っても過言ではないだろう。日本人は世界でもとりわけ風呂好きな民族と言われているが、温泉が日本人の風呂好きという性格を作ったと言っても過言ではないだろう。風呂好き意思是喜欢洗澡、爱好洗澡。過言意思是夸张、说得过火、言过其实。何々と言っても過言ではない。相当于汉语的并不言过其实。这样说也不为过。過言ではない也可以说成言い過ぎではない。日本人は世界でもとりわけ風呂好きな民族と言われているが、温泉が日本人の風呂好きという性格を作ったと言っても過言ではないだろう。一般认为日本人在世界上是特别喜爱洗澡的民族。如果说正是温泉造就了日本人爱洗澡的习俗，恐怕并不言过其实吧。温泉は湯に入って疲れを癒したり、病気を治したりできるだけではない。温泉の熱を使って野菜を育てたり、魚を飼ったりすることもできる。さらに最近は、温泉の熱を利用した地熱発電の研究も行われている。地熱発電は、技術的にまだまだ難しい問題があるようだが、温泉の熱をエネルギー源にしようという考えは、火山の多い日本にとって大変魅力的である。今天我们在第二十一课的课文一中学习了に過ぎない、上で、一方で、と言っても過言ではない等几个重点句型。大家都记住了吗？ところで、斉藤先生もよく温泉に行きますか？はい、よく行きます。それに一方で、日本では今、何々の湯というような入浴剤がありますから、わざわざ温泉地に行って温泉に入るだけでなく、自分の家でも温泉の湯に入ることができます。健康を保つ上で、よく温泉の湯に入ることはとてもいいことだと思います。そうですね。斋藤老师说，现在在日本有好多以各种温泉的名命名的洗澡粉，这样在家里就可以洗温泉。经常洗温泉对人的身体很有好处。では、今日はこれで終わります。また来週お目にかかります。好，今天我们就学习到这里。下星期再见。皆さん、さようなら。さようなら。
皆さん、こんにちは。こんにちは。また、日本語の時間が来ました。前回は、第21課の本文1を勉強しました。今日はまず、その VTR を復習としてご覧ください。上一讲、我们学习了第21课的课文1。现在、先请大家把课文1复习一下。日本の国土は、地球上の陸地のわずか400分の1に過ぎない。しかし、その狭い国土に、なんと世界の火山の10分の1が集まっている。日本の風土を考える上で、これらの火山の存在を無視することはできない。火山が多くて困るのは、地震が頻繁に起こったり、火山の噴火によって被害を受けたりすることである。例えば、九州の鹿児島市では、桜島という火山が吹き上げる火山灰のために、市民の生活や農作物がしばしば被害を受ける。1986年11月に東京の南にある伊豆大島で三原山という火山が噴火して溶岩が流れ出し、島の住民が一時本州に避難するという騒ぎがあった。また最近では長崎県島原の普賢岳が大噴火を起こし、40人もの死者を出した。しかし、困ることがある一方で、逆にありがたいこともある。それは、火山の恵みである温泉が、日本の至る所に湧き出ていることである。温泉の湯には硫黄やカルシウムなどさまざまな成分が含まれていて、病気や怪我を治す働きがある。だから日本では昔から湯治といって病気や怪我を治すためによく温泉を利用した。温泉のあるところは美しい山や川など自然の景観にも恵まれているから、湯治は昔の人にとって数少ない娯楽の一つでもあった。山の緑を眺めながら、あるいは川の流れる音を聞きながら、のんびりと温泉に浸かるのを日本人はこの上ない楽しみとしてきたのである。日本人は世界でもとりわけ風呂好きな民族と言われているが、温泉が日本人の風呂好きという性格を作ったと言っても過言ではないだろう。温泉は湯に入って疲れを癒したり病気を治したりできるだけではない。温泉の熱を使って野菜を育てたり、魚を飼ったりすることもできる。さらに最近は温泉の熱を利用した
地熱発電の研究も行われている。地熱発電は技術的にまだまだ難しい問題があるようだが、温泉の熱をエネルギー源にしようという考えは火山の多い日本にとって大変魅力的である。引き続き本文2の勉強をしましょう。好、復習就到这里。下面我们继续学习第21课的课文2。今度佐藤さんと箱根の温泉に行くんです。そうですか、それはいいですね。温泉だからやっぱり火山があるんでしょ。火山も見てみたいと思ってるんですが。もちろんありますよ。噴火した火口の跡があって、今でも水蒸気が噴き出してるんです。ぜひ行ってみたいと思います。でも急に噴火しないでしょうか。九州の普賢岳は今でも噴火を繰り返しているんでしょ。大丈夫ですよ。箱根の火山は普賢岳のように活動が活発じゃありませんから、心配はいりません。それなら安心ですね。でも普賢岳の様子がテレビ中継されるたびに噴火は怖いなと思います。そうですね、付近の住民は大変です。火山の噴火なんて滅多にないんですが、日本には火山が多いから油断はできないんです。でもその反面、火山のおかげで得をしていることもあるんですよ。温泉が豊富なのは火山のおかげですものね。ええ、それに火山の近くは湖があったりして景色のいいところが多いんです。だから日本の国立公園には大抵火山と温泉があるんですよ。もう一度本文2の VTR を見てください。今度佐藤さんと箱根の温泉に行くんです。今度佐藤さんと箱根の温泉に行くんです。箱根香根是位于与东京都临街的神奈川县的一座城镇，这里有著名的香根山，也是一座火山，但历史上没有喷发的记录。这里自然景观优美，有丰富的温泉资源，是日本具有代表性的观光疗养胜地。今度佐藤さんと箱根の温泉に行くんです。这次我要和佐藤去香根的温泉。そうですか、それはいいですね。温泉だからやっぱり火山があるんでしょ。温泉だからやっぱり火山があるんでしょ。やっぱり意思是毕竟还是，也可以说やはり。温泉だからやっぱり火山があるんでしょ。即使温泉一定还有火山吧。火山も見てみたいと思ってるんですが。もちろんありますよ。噴火した火口の跡があって、今でも水蒸気が噴き出してるんです。噴火した火口の跡があって、今でも水蒸気が噴き出してるんです。火口意思是火山口，跡是痕迹。噴火した火口の跡があって、意思就是有喷发过的火山口的痕迹。吹き出す意思是喷出、冒出。今でも水蒸気が吹き出してる意思就是至今还在冒着水蒸气。噴火した火口の跡があって、今でも水蒸気が吹き出してるんです。有喷发过的火山口的痕迹，至今还在冒着水蒸气呢。ぜひ行ってみたいと思います。でも急に噴火しないでしょうか。九州の普賢岳は今でも噴火を繰り返しているんでしょう。九州の普賢岳は今でも噴火を繰り返しているんでしょう。繰り返す意思是反复、重复。噴火を繰り返している意思就是反复喷发、不断喷发。九州の普賢岳は今でも噴火を繰り返しているんでしょ。九州的普贤峰现在还在不断的喷发吧。大丈夫ですよ。箱根の火山は普賢岳のように活動が活発じゃありませんから、心配はいりません。箱根の火山は普賢岳のように活動が活発じゃありませんから
心配はいりません。活発、意思是活泼、活跃。箱根の火山は普賢岳のように活動が活発じゃありません。意思就是、箱根の火山運動、不像普贤峰那样活跃。心配はいりません。是一个习惯用语，相当于汉语的用不着担心，不必担心。箱根の火山は普賢岳のように活動が活発でありませんから、心配はいりません。箱根的火山运动不像普贤峰那样活跃，所以不必担心。それなら安心ですね。でも普賢岳の様子がテレビ中継されるたびに噴火は怖いなと思います。でも普賢岳の様子がテレビ中継されるたびに噴火は怖いなと思います。中継、意思是转播。テレビ中継、意思就是电视转播。旅、意思是次、回。它接在动词基本形或名词加 no 的后面，可以表示每次、每当什么什么时的意思。比如说，クリスマスの旅に新しい洋服をこしらえます。クリスマスの旅に新しい洋服をこしらえます。每次圣诞节都做新衣服。课文中、普賢岳の様子がテレビ中継されるたびに、意思就是每当电视里转播普贤峰的情况时。でも、普賢岳の様子がテレビ中継されるたびに、噴火は怖いなと思います。但是、每当我看到电视里转播普贤峰的情况时、我就感到火山喷发真可怕。そうですね。付近の住民は大変です。火山の噴火なんてめったにないんですが、日本には火山が多いから油断はできないんです。でもその反面、火山のおかげで得をしていることもあるんですよ。火山の噴火なんてめったにないんですが、日本には火山が多いから油断はできないんです。油断、意思是麻痹、疏忽。油断はできない、意思就是不可疏忽大意。火山の噴火なんてめったにないんですが、日本には火山が多いから油断はできないんです。火山噴火并不多见。不过日本火山多、不可掉以轻心。でもその反面、火山のおかげで得をしていることもあるんですよ。反面、意思是相反的一面、另一方面。得、意思是利益、好处。得をする、意思就是得到利益、有好处。でも、その反面、火山のおかげで得をしていることもあるんですよ。但是相反、火山也会给人们带来好处啊。温泉が豊富なのは火山のおかげですものね。温泉が豊富なのは火山のおかげですものね。这里的もの是一个中注词，用于句尾，表示原因或理由，同时常常含有辩解或撒娇的语气，所以多为妇女或儿童使用。温泉が豊富なのは火山のおかげですものね。温泉多，就是亏了有火山吧。ええ、それに火山の近くは湖があったりして、景色のいいところが多いんです。だから日本の国立公園には大抵火山と温泉があるんですよ。だから日本の国立公園には大抵火山と温泉があるんですよ。国立公園、国立公園、是日本政府特別指定的国家公園。这样的公園由国家維護、管理。这样可以更好地保护日本的自然风景区。现在日本一共有28所国立公园。だから日本の国立公園には大抵火山と温泉があるんですよ。所以日本的国立公园里一般都有火山和温泉。
では本文2をもう一度通してご覧ください。今度佐藤さんと箱根の温泉に行くんです。そうですか、それはいいですね。温泉だからやっぱり火山があるんでしょ。火山も見てみたいと思ってるんですが。もちろんありますよ。噴火した火口の跡があって今でも水蒸気が噴き出してるんです。ぜひ行ってみたいと思います。でも急に噴火しないでしょうか。九州の普賢岳は今でも噴火を繰り返しているんでしょ。大丈夫ですよ。箱根の火山は普賢岳のように活動が活発じゃありませんから心配はいりません。それなら安心ですね。でも普賢岳の様子がテレビ中継されるたびに噴火は怖いなと思います。そうですね、付近の住民は大変です。火山の噴火なんて滅多にないんですが、日本には火山が多いから油断はできないんです。でもその反面、火山のおかげで得をしていることもあるんですよ。温泉が豊富なのは火山のおかげですものね。ええ、それに火山の近くは湖があったりして景色のいいところが多いんです。だから日本の国立公園には大抵火山と温泉があるんですよ。次に寸劇をご覧ください。でもいいですね。いいわな。すごいいいとこですね。気持ちがいいな。パパたまには露天風呂もいいな。いいですね。僕食べたんですよ。今回の市長はいいな。仕事の他に温泉に入れるから。そうですね、山の緑を眺めながらのんびりと温泉に浸かる機会は我々サラリーマンにはなかなかないですからね。のんびりと温泉に浸かる、意思是无忧无虑的在温泉里泡澡。是啊，眼望青山，无忧无虑的在温泉里泡澡，这对咱们这样的公司职员来说，实在是难得啊。ちょうどこの2、3日、また腰が痛くなってきたんだ。また痛くなりましたか？慢性になってしまったんでしょうか？慢性，意思是慢性。又疼起来了。是不是转成慢性的了？慢性でもないんだが、2年ほど前に引っ越した時、不注意で腰痛になってしまった。その時入院したのは1週間に過ぎなく、なんとか良くなったんだが、でもその後、疲れたり寒かったりすると腰が痛くなるんだ。慢性倒不是慢性。就是2年多前搬家的时候、不小心得了腰痛病。当时只住了一个星期的院、总算好了。可是从那以后，只要一累或一受凉，腰就疼。そうですか。それでは今日はゆっくり温泉に浸かるといいですね。そうだな。体の健康のためには運動もしなければいけませんよ。嗯。为了身体健康，还必须进行体育锻炼啊。運動することは健康を保つ上で一番重要なことのようです。僕もそう思っているんだけれども。旅行者の仕事は出張が多くてなかなか運動する時間がないだろう。ええ、それはそうですね。でも運動もしなくちゃな。そうですよね。なんとか機会を作って。この寸劇をもう一度通してみてください。いいわな。すごいいいとこですね。気持ちがいいな。パパたまには露天風呂もいいな。いいですね。僕食べたんですよ。今回の出張はいいな。仕事の他に温泉に入れるから。そうですね、山の緑を眺めながらのんびりと温泉に浸かる機会は我々サラリーマンにはなかなかないですからね。ちょうどこの 2,3 日また腰が痛くなってきたんだ。また痛くなりましたか？慢性になってしまったんでしょうか？慢性でもないんだが、2年ほど前に引っ越した時不注意で腰痛になってしまった。その時入院したのは1週間に過ぎなくなんとか良くなったんだが、でもその後疲れたり寒かったりすると腰が痛くなるんだ。そうですか。それでは今日はゆっくり温泉に浸かっていいですね。そうだな。体の健康のためには運動もしなければいけませんよ。うん。運動することは健康を保つ上で一番重要なことのようです。うん。僕もそう思っているんだけれども、旅行者の仕事は出張が多くてなかなか運動する時間がないだろう。ええ、それはそうですね。でも運動もしなくちゃな。そうですよね、なんとか機会を作って。第21課で2過ぎない、
上で、一方で、と言っても過言ではない。心配はいらない。旅に、などのポイント表現を勉強しましたが、皆さん、もう覚えましたか？好、下面我们来做一个完成句子的练习。希望大家能用上我们这课所学的重点句型和一些有关词句。では、テキストの24ページを開いて、練習4を見てください。请大家翻开书第24页，看练习4。在横线上填写适当的词语，完成句子。1。今年は梅雨に入っても雨が降ったのはわずか10日に過ぎない。今年进入梅雨季节以后，也不过只下了10天雨。2。日本の風土を考える上で、火山の存在を無視することはできない。在考虑日本的风土时，绝不能忽视火山的存在。3。論文がこんなに早く書けたのは、王さんのおかげだと言っても過言ではない。当然、这道题最后也可以说、言い過ぎではない。即使说、多亏了小王、这次论文才能写得这么快、也并不过分。4。山の緑を眺めながら、あるいは川の流れる音を聞きながら温泉に浸かる。眼望青山或耳听流水，无忧无虑地在温泉里泡澡。5。のんびりと温泉に浸かるのを日本人はこの上ない楽しみとしてきた。日本人把无忧无虑地在温泉里泡澡当作最高的享乐。6。困ることがある一方で、逆にありがたいこともある。一方面有不利的一面，相反也有有益的一面。皆さん、答えは合っていましたか？大家做对了吗？其中有一些句子就是我们上一讲学过的课文一里边的句子，虽然有些地方有所改动，但是大家可能还应该比较熟悉。好，练习我们就做到这里。次に予習のつもりで第22課の本文1の VTR を見てください。下面、我们把第22課的課文1预习一下。ねえ、最近ゴルフの調子どう？あ、うん。だいぶ調子上がってきたよ。うん、それはよかったね。ねえ、あなた。うん？まもなくお歳暮の時期よ。ああ。今年は何を送りましょうか。うん、そうだな。何かいいものないかな。日本にはお中元とお歳暮という贈り物の習慣がある。お中元もお歳暮ももともと神や仏に備える米や餅、魚などを親しい人に送るという宗教行事だった。それが次第に宗教行事としての意味を失い、現在では世話になっている人に感謝の印として贈り物をするという習慣になっている。これでいいわね。あとでデパートに行ってきましょう。うん、そうしよう。個人の間はもとより、会社の間でも盛んに贈り物のやり取りが行われる。贈り物に使われる品物、砂糖やお茶などの食料品、食器類や衣類などの日用品と実に多種多様である。そのため毎年7月のお中元の時期と12月のお歳暮の時期になると、全国のデパートや商店にさまざまな贈答品が並べられ、店内は
それを買い求める客でごった返す。お中元にしろ、お歳暮にしろ、本来の宗教的な意味はなくなり、今では多くの人がただ社交のために送っているだけである。このような習慣は廃止しようという声もあるが、現実には一向になくなる気配はない。それどころか外資系の会社に対しても、豪に言っては豪に従いとばかりに、中元聖母の習慣を取り入れたらどうかとデパートが働きかけるほどである。ところで、贈り物といえば面白い贈り物の習慣がある。2月14日、キリスト教の聖バレンタインデーに、女性が好きな男性にチョコレートを贈るという習慣である。こんな習慣はキリスト教の国々にもない。最初は若者の間で始まったこのチョコレートのやり取りは、会社などを中心に今や年齢に関係なく広まりつつある。バレンタインデーにチョコレートを贈るという習慣は、製菓会社がチョコレートの売り上げの増加を狙って作り出したものらしい。製菓会社の販売作戦にまんまと乗せられたといえばそれまでだが、贈り物の好きな人間の心理をうまくつかんだ製菓会社の作戦勝ちというところであろうか。ところで徐先生、はい、中国には火山があまりないので地震はそれほど起こらないでしょうね。そうですね、めったに起こりませんが、しかしたまにはやはり大地震が起こりますよ。1976年唐山で起こった大地震が思い出されるたびに、やはり地震は怖いなと思います。そうですか。今人類はある程度地震を予測することはできるようになりましたが、防ぐことは全くできませんからね。そうですね。斋藤老师问：中国火山不多，地震也就不多吧？不过大家知道，中国虽然地震不多，但偶尔也会发生大地震。1976年发生的唐山大地震，许多人还记忆犹新。每当想起当时的情景，就会觉得地震很可怕。现在人类虽然在一定程度上可以预测地震，但要防止地震还是不可能的。今日の勉強はこれで終わります。またお目にかかりましょう。皆さん、さようなら。さようなら。